サルゴン2世は、新アッシリア時代のアッシリア王。前722年のシャルマネセル5世の死亡から前705年の自身の戦死まで統治した。サルゴン2世は、自身がティグラトピレセル3世の息子であると主張しているが、これは不確かであり、おそらく彼は、シャルマネセル5世から王位を散脱した。サルゴン2世は、アッシリアの滅亡に至るまで一世紀近く。 新アッシリア帝国を統治することとなる、サルゴン王朝の創始者と見られており、新アッシリア時代の最も重要な王の一人である。サルゴン二世はおそらく2000年近く前に、アッカド帝国を建設しメソポタミアの大部分を支配した伝説的君主サルゴンから名前を取り、世界を征服することを目指した、軍事遠征によって、古代の同盟の王の足跡をたどることを絶望した。 サルゴン2世は、経験さ、正義、活動力、知性、そして強さのイメージを自分に持たせようとした。そして数多くの軍事的業績によって、偉大な征服者、戦術家として認められている。彼の遠征の中でも最大級のものは、アッシリアの北の隣国ウラルトに対する七7 1 4年の遠征と、前7 1 0年から前7 0 9年のバビロンの再征服である。 バビロンは、シャルマネセル5世の死に際して、独立した王国を再構築することに成功していた。ウラルトに対する戦争において、サルゴン2世は、アッシリアとウラルトの国境沿いの長いルートを進む、ことで、ウラルトの要塞線を回避し、ウラルトの最も神聖な都市ムサシルを占領、略奪することに成功した。バビロニアへの遠征においても、サルゴン2世はまずは、 ティグリス川に沿って前進し、その後、北方ではなく、南東からバビロニアを攻撃するという、予想外の攻撃を仕掛けた。前7 1 3年から、地世の終わりまで、サルゴン2世は、アッシリア帝国の新たな首都とすべく、新都市、トゥルシャルキンの建設に着手した。バビロニアを征服した後、王太子、センナケリーブを、アッシリア本国の摂政とし、彼自身は、 バビロンに3年間滞在したが、前7 0 6年には、ほぼ完成したドゥルシャルキンへと、戦った。1705年、タバルにおいて、サルゴン2世が戦死しその遺体が、敵に奪われると、アッシリア人たちはこれを、最悪の前兆とみなし、後継者センナケリブは、大いに着くと直ちにドゥルシャルキンを放棄し、首都をニネベシに移した。 サルゴン2世の父親とされるティグラトピレセル3世が、打ち倒した敵の上に立っている姿を描いたカルフで、発見された、浅う木彫り。大英博物館収蔵。サルゴン2世の知性は、ティグラトピレセル3世とシャルマネセル5世という二人の王に続いている。全18世紀からティグラトピレセル3世が全745年に王となるまで。 アダシの王朝によるアッシリアの統治はおよそ千年にも及んでいた。ティグラト・ピレセル三世は自分がアダド・ニラリ三世の息子であり、従ってアダシの血統に連なるものであると主張したが、これが正確かどうかは疑わしい。ティグラト・ピレセル三世は内戦の最中に王位を奪い、当時の王族のほとんどを殺害した。全王室との関係についてのティグラト・ピレセル三世の 主張は、欧米表にのみ登場する。注目すべきことに、彼個人の秘分では家族への言及は欠如しており、代わりに、アッシリアの神アッシュールによって彼が呼び出され、個人的に王に任命されたことが強調されている。アッシリアが、メソポタミアの中核地帯に拠点を置く王国から真に、他国、他民族的帝国へと変貌を遂げたのは、主として、 サルゴン2世とその後継者たちの時代であったが、この帝国の建設と発展は、ティグラトピレセル3世の知性における広範な民政、軍事改革によって可能となった。さらに、ティグラトピレセル3世は、バビロンとウラルトを従え、地中海の海岸地帯を征服する一連の遠征に、取り掛かり、成功した。彼が成し遂げた軍事的革新には各州への課税に、変えて、 兵士を挑発することなどがあり、アッシリア軍はこの時点で最も整備された軍隊の一つとなった。ティグラトピレセル3世の息子、シャルマネセル5世はわずか5年の治世の後、ティグラトピレセル3世の別の息子と言われているサルゴン2世にとって変わられた。王となる前のサルゴン2世についてわかっていることは何もない。サルゴン二世はおそらく前762年頃に生まれ、 アッシリアの内乱の時代に成長したのであろう。アッシュールダン3世とアッシュールニラリ3世の知性は反乱の勃発とペストの発生という不運に見舞われていた。彼らの知性中、アッシリアの権威と権力は劇的に低下した。統治力がようやく回復したのはティグラトピレセル3世の知性になってからである。後を継いだその息子シャルマネセル5世の死から、 サルゴンの即位に至るまでの経緯は完全には明らかにはなっていない。旧帝ーデターによってサルゴン2世がシャルマネセル5世を廃位暗殺したという推測が最も有力視されている。サルゴン2世と行位の人物、ドゥルシャルキンのサルゴン2世の宮殿から発見された浅浮彫り、1716年1713年頃。ルーブル美術館収蔵、 サルゴン2世が散脱によってアッシリア王位についたのかどうかについては論争がある。サルゴン2世が散脱者であったということは主に彼の名前の背後にある意味について考えられる解釈とサルゴン2世の多数の秘文が彼の出自にほとんど言及しないということに基づいている。アッシリアの王たちの確立された系譜の中でサルゴン2世が どのような位置にあるかということの説明が欠如しているということは、サルゴン2世だけではなく、彼の父とされるティグラトピレセル3世と、息子で後継者のセンナケリブの秘文のいずれにも共通する特徴である。ティグラトピレセル3世は、三脱によって王となったことが知られているが、センナケリブはサルゴン2世の着手であり正当な後継者であった。セナケリブが、 自身の父について沈黙していることについての複数の説が出されている。最も受け入れられている説は、センナケリーブが迷信深く父の身に降りかかった不運を恐れていたということである。あるいは、センナケリーブはアッシリアの歴史の新しい時代を始めることを望んだか、父に対する恨みを持っていたとも考えられる。サルゴン二世は時にティグラトピレセル三世に言及している。 サルゴン2世は多数ある彼の秘文のうち二つにおいてのみ、明確に自分がティグラトピレセル3世の息子であるとしており、石碑の一つで王家の不祖に言及している。もしサルゴン2世がティグラトピレセル3世の息子であるならば、彼はおそらく父、兄の治世中に重要な行政、または軍事的な地位を保持していたであろう。しかしサルゴン2世が 大いにつく前に使用していた名前が不明であるため確認することができない。その知性を通じて宗教的施設への愛着を繰り返し示したことから彼は何らかの宗教的役割を果たしていた可能性があり、それはハラーン氏の重要なサカルーを務めていたというものであるかもしれない。彼が実際にティグラトピレセル3世の息子であったかどうかはともかくサルゴン2世は 前任者たちから距離を置こうとしており、今日ではアッシリアの最後の王朝の創設者であるとみなされている。遅くとも、前6 7 0年代には言及されている通り、サルゴン2世の孫エサルハドンの治世中、かつての王族の子孫が王位を奪い取ろうという試みがあった。これはサルゴン王朝が必ずしも以前のアッシリアの君主たちとよく結びついていなかった。 ことを示唆している、サルゴン2世のケチ脈とは関係なく、シャルマネセル5世からサルゴン2世への継承はぎこちないものだったであろう。サルゴン2世の秘文の中で、シャルマネセル5世に言及するものは次の一つしかない。世界の王を恐れざる者シャルマネセル、彼の手はこの年、アッシュールに冒徳をもたらし、彼の臣民に労働者のごとく、強制労働と思い不益を課した。 神々のイルディルは、彼の真珠の怒りにおいて、彼の統治を覆し、よ、サルゴンをアッシリアの王に任命した。彼は我が頭を上げ、王爵王位、ティアラをあまりに取らせた。この碑文は、シャルマネセル5世の破滅についてよりも、サルゴン2世の即位についてより詳しく説明している。他の碑文によって証明されているように、サルゴン2世は、 シャルマネセル5世によって課されたとしている不正を見てはいない。サルゴン2世の別の被文軍は、アッシュール氏やハラーニ氏のような重要な都市の免税は、イニシの時代に取り消されており、ここで述べられた強制労働は、シャルマネセル5世ではなくティグラトビレセル3世の時代に実施されたと述べている。アッカド帝国の王の正度性闘像。 サルゴン王かその総尊なら無心を表したものであろう。サルゴン二世はおそらく、アッカドのサルゴン王から自分の名前取り、この古代の王の自責を自身の藩としたと考えられている。イラク国立博物館修造。かつての古代メソポタミアの王にサルゴンという名前を使用している王は二人いた。前十九世紀のマイナーなアッシリア王サルゴン一世と、 全24世紀から全23世紀に統治した、はるかに有名なアッカド帝国の初代王サルゴンである。サルゴン2世がメソポタミアで最も偉大な征服者の一人と名前を共有していることは偶然ではない。古代メソポタミアでは、名前は重要かついと思って決められるものであった。サルゴン2世自身は、主として彼の名前と正義を結びつけていたと思われる。 このことは、次に示すようないくつかの碑文で説明されている。これらの碑文は、彼が定めた、新たな首都ドルシャルキンの土地の所有者への支払いに、関するものである。偉大なる神々があまりに賜った、この名前に合わせて正義と権利を誤示し、強き者が弱き者を敷いたげることの、武器を取り計らいその都市の土地の価格をよが、その所有者たちに返済した。この名前は一般に、 シャルキンと書かれ、他にシャルウキンとも綴られる。後者のバージョンは重要性の低い王妃文と手紙でのみ確認されている。サルゴン2世の自己認識における、この名前の直接的な意味は、一般的に公正と正義に忠実なる王であると解釈されている。もう一つの解釈は、セルキーンはセルウキーンの発音をセルキンへと縮めた、音声的再現物であるというものである。 これはこの王名が秩序を獲得、確立した王と解釈すべきものであることを意味する。この場合、秩序を確立したというのは、おそらくは全王の知性、あるいはサルゴン2世による三脱によって発生した無秩序を治めたということである。サルゴンという伝統的に使用されている現代の語形は、聖書における彼の名前の綴り、SRGWN から来ている。 サルゴン二世の名前はおそらく誕生時の名前ではなく、王座に就いた際に彼が採用した即位名である。彼の名前は過去の王に習ったものであるが、かつてのアッシリア王であるサルゴン一世から取ったというよりも有名なアッカドの王サルゴンから取った可能性の方がはるかに高い。後期アッシリアのテキストでは、サルゴン二世とアッカド王サルゴンは同じ綴りで書かれ、サルゴン二世は しばしば、第二のサルゴンと呼ばれていた。サルゴン二世は、古代の大サルゴンを模倣しようとしたのであろう。新アッシリア帝国の時代には、古代のサルゴンが征服した、正確な領域は忘れ去られていたが、この伝説的な支配者は依然として、世界征服者として記憶されており、模範として、魅力的な人物であった。可能性のある別の解釈は、この名前が、 正当なる王を意味し、従って、三脱の後に、王の正当性を強化するために選択された、名前だったというものである。アッカドのサルゴンもまた三脱を通じて、王となり、騎手の王ウルザババから権力を奪って、自らの治世を始めた。サルゴン二世時代のシガシリア帝国とサルゴン二世、及びその前任者ティグラトピレセル三世とシャルマネセル五世時代の、 ユダヤ人追放の地図。サルゴン2世は王となった時、すでに中年といえる年齢であり、おそらく40代であった。そしてカルフにあるアッシュール・ナチルパル2世の宮殿に住んだ。サルゴン2世の前任者シャルマネセル5世は、父、ティグラトピレセル3世の拡張主義的政策を継続しようとしたが、彼の軍事的努力は迅速さと効率性において、父に及ばなかった。 特に、長期間にわたる彼のサマリア包囲は3年間に及び、彼が死亡した時点でもまだ続いていた。サルゴン2世は王位についた後、すぐにこの地の税と労役を廃止し、シャルマネセル5世への遠征を手早く解決することを、目論んだ。サマリアは速やかに征服され、これによって、イスラエル王国は滅亡した。サルゴン2世自身の碑文によれば、27,290人の、 ユダヤ人がイスラエルから追放され、アッシリア帝国全域に再定住させられた。これは打ち破った敵国の人々を強制移住させるアッシリアの処分方法に沿ったものであり、この強制移住は有名なイスラエルの重子族の喪失を引き起こした。サルゴン2世の統治が始まった当初、アッシリアの中核地帯と帝国の周辺地域での抵抗に直面した。これは、 おそらく彼が三奪者であったためである。その地勢初期に多発した反乱の中には、ダマスカス、ハマト、アルパドのような、かつて独立していたレバント小王国によるものがあった。ハマトは、ヤウバイディという人物に率いられ、レバント人の反乱を主導する勢力となった。しかし前百二十年にサルゴン世は、ハマトを打倒することに成功した。その後、サルゴン世は、 ハマトを破壊し、さらに同年のカルカルにおける戦いで、ダマスカスとアルパドも撃破した。秩序を回復するとサルゴン2世は、カルフに戻り、6000から6300人のアッシリア人の代人、または恩義を知らぬ市民をシリアに強制移住させ、ハマトや内乱によって破壊され損傷を受けた都市を再建させた。アッシリアの政情不安は、かつて、 メソポタミア南部の独立した王国であったバビロニアの反乱王も引き起こした。バビロニアの有力な部族、ビートヤキンの主張メロダク・バルアダン2世がバビロンの支配を奪い、バビロニアにおけるアッシリア支配の終了を告げた。サルゴンはメロダク・バルアダン2世を倒すため、直ちに軍隊を派遣した。サルゴン2世に対抗するため、メロダク・バルアダン2世はアッシリアと敵対していたエラムと、 速やかに同盟を結び、大軍を編成した。前720年、アッシリア軍とエラム軍は、デール市近郊の平野で開戦した。余談であるが、2世紀後、同じ戦場でハカーマニシュアサの軍隊が、最後のバビロニア王ナボニドスを破ることになる。この戦いに、サルゴン2世の軍隊は、破れ、メロダクバルアダン2世は、南部メソポタミアの支配権を確保した。 北部レバントの白ヒッタイト諸国の旧教会。サルゴン2世の最初期の戦争はレバントで行われた。戦闘の大半はかつて独立していた諸王国の首都に対するものであった。前7 1 7年、サルゴン2世は小さいが裕なカルケミシュ王国を征服した。カルケミシュはアッシリア、アナトリア、そして地中海の間の交点に位置するとともに、 ユーフラテス川の重要な都下点を管理し、数世紀にわたり国際交易から利益を得ていた。この小国は、紀元前2000年期に栄えた、ヒッタイトの丘陵土内にあるアナドリアとシリアの小王国に対し、ヒッタイトの後継者として半ば派遣的な役割を果たしており、その意向をさらに高めていた。かつてのアッシリアの同盟国であったカルケミシュを攻撃するため、 カルケミッシュの王ピシリがサルゴンを裏切って敵に売り渡したという口実でサルゴンは王国と結んでいた条約を破った。小国がアッシリアに対抗する手段は乏しくカルケミッシュはサルゴン二世によって征服された。この征服によってサルゴン二世はカルケミッシュの巨大な国庫を摂取することができた。これにはキログラムの精錬された金、大量の銅、増毛、 鉄そして60トン以上の銀が含まれる。カルケミシュの国庫から膨大な銀を確保したことで、アッシリア経済は同本位から銀本位へと変化を遂げた。これによって、サルゴン2世はアッシリア軍の大規模な拡大で膨れ上がるコストを埋め合わせることができた。1716年の遠征では、現在のイランにあったマンガエを攻撃し、その神殿を略奪した。 そして前715年、サルゴン2世の軍隊は、メディアと呼ばれる地域で、村落や都市を征服し、財宝と捕虜をカルフへと送った。これらの北方への二度の遠征の最中、頻繁に、アッシリアと敵対していた北のウラルト王国が、高級的な問題であることが明らかとなった。ウラルトは、ティグラとピレセル三世によって制圧されていたが、完全に征服されたわけではなく、 シャルマネセル5世の治世には再び王をいただいて、繰り返しアッシリア領の国境を犯すようになった。この国境侵犯はサルゴン2世の治世まで続いた。前7 1 9年と前7 1 7年、ウラルトはアッシリアの北部国境で小規模な侵攻を行い、サルゴンはこれを防ぐために軍を派遣しなければならなく、なった。本格的な攻撃は1715年に実施され、 その間にウラルトはアッシリアの国境にある22の都市を占領することに成功した。これらの都市は速やかに脱回され、サルゴン2世はウラルトの南部地域を破壊して報復したが、その後もウラルトからの侵攻が続き、その度に重要な時間と資源を浪費させられることは明らかだった。勝利のためにはサルゴン2世はウラルトを一度完全に打ち破る。 必要があったが、タウルス山脈薬3に存在するウラルトを攻略することは、それまでのアッシリア王たちには戦略的に不可能であった。アッシリアの侵攻を受けた時、ウラルト人は通常、単純に山岳地帯に交代し再編成して戻ったからである。ウラルトはサルゴン二世の敵だったが、彼自身の非分ではウラルトに対して敬意を示し、その素早い通信も、 馬、運河網を称賛している。前7 1 5年、前7 1 3年のウラルトの地図。キンメリア人の前7 1 5年の進お及びサルゴン2世の前7 1 4年の遠征ルートを描いている。前7 1 5年、ウラルトは多数の敵によって極めて弱体化していた。まず、ウラルトを売る最一世のキンメリア人に対する遠征では敗れ。 最高司令官が捕虜となり、王は戦場から逃亡するという惨憺たる結果に終わった。キンメリア人は、この勝利に加えて、ウラルトを攻撃し、王国の奥深く、南東のオルミイエコまで侵入した。同年、オルミイエコの周囲に居住し、ウラルトに親族していた万内人がウラルトから離反し、反乱を起こしたため、それを鎮圧する必要もあった。 サルゴン2世はおそらく、ルサイ1世が、キンメリア人に敗北したという知らせを受けて、ウラルトが弱体化したことを感じ取った。ルサイ1世は、サルゴン2世がウラルトに侵攻しようとしているであろうことに気づいており、おそらくマンナエ人に対する勝利の後、軍の大半をオリューミーイエコ付近に残していた。これは、この湖がアッシリアの国境に近かったためである。ウラルトは、 以前にアッシリアの脅威を受けていたため、南の国境は無防備な状態ではなかった。アッシリアからウラルトの中核地帯への最短ルートはタウルス山脈のける愛心の道を通るものであった。全ウラルトで最も重要な土地の一つである聖地、ムサシルはこのルートのすぐに西に位置しており、広範囲の防衛体制が必要であった。この防衛体制は要塞線からなっており、 サルゴン2世に対する攻撃の準備中、ルサ1世はゲルデソラフと呼ばれる新たな要塞の建設を命じた。ゲルデソラフは小さかったが95、95-81メートルの大きさを持ち、戦略上重要な周囲の地形から55メートル高い丘に配置され、2.5メートルの厚さを持つ分厚い城壁と防御用の塔が備えられていた。 ゲルデソラフの弱点の一つは、未だ建設作業が完了しておらず、前7 1 4年の7月半ば頃に建設が始まったばかりであったことである。単、アイバーの峠にあるサルゴン2世の碑文。アイ現在のイラン、ハウラーマーンのタンギバール村にある。サルゴン2世は、前7 1 4年に、ウラルトを攻撃するためカルフを出立した。 1 9 0トル離れたケルアイシンの峠に到達するには少なくとも10日必要であった。この峠はウラルトに入るための最も早い道であったが、サルゴン2世はこの道を選ばず、軍を大ザブ川と小ザブ川を3日にわたって進み退散のクラー山で停止した後、ケルマアンシャーを経由して、遠回りのルートでウラルトを攻撃することを決定した。この理由はおそらく、 ウラルトゥの要塞戦を恐れたのではなく、ウラルトゥがアッシリア軍はケルアイシン峠を通って攻撃してくると見込んでいたことをサルゴンが知っていたためである。さらに、アッシリア軍は主として低地地帯で戦ってきており、山岳戦の経験はなかった。サルゴン2世はこの山の峠からの侵入を避けることで、ウラルトゥ側の経験が豊富な地形での戦闘を回避した。 サルゴン2世の決断はコストを要するものであった。遠回りのルートは軍全体が複数の山を越えなければならず、長大な距離と合わさって最短距離を行くよりも遠征を長期のものとした。この山道が雪で閉ざされない10月前までに作戦を完了する必要があったが、時間が足りなかったため、サルゴン2世はウラルト及びその首都トゥシッパを完全に 征服する計画を放棄することを余儀なくされた。サルゴン2世は、オルミー・イエコそばのギルザヌの地に到着すると、軍営を置き継ぎの行動を検討し始めた。サルゴン2世がゲルデ・ソラフを迂回したということは、ウラルトゥガーにとっては、もともとあった防衛計画を放棄し、オルミー・イエコの西と南に、新たな要塞を速やかに再編成し建設しなければならないことを意味した。 この時点で、アッシリア軍は困難で、不慣れな地形を通って行軍してきており、最近征服したばかりのメディアから補給と水を供給されてはいたが、疲労困憊していた。サルボン2世自身の記録には、兵士たちの士気は衰え反抗的となり、要は彼らの疲労を癒すことはできず、彼らの喉の渇きを潤す水はなかったとある。ルサ一世が軍を引き連れて、防衛のために到着すると、 サルゴン2世の兵士たちは戦うことを拒否した。サルゴン2世は降伏も退却もしないことを決定し、自分の身辺警護の兵士たちを呼び、彼らにルサ1世の軍のうち最も近い位置にいる部隊へのほとんど自殺的というべき攻撃を行わせた。この攻撃を受けたウラルト軍の部隊は逃走し、アッシリア軍はサルゴン2世の個人的指導力に感銘を受け、 突進しようの後を追って戦った。ウラルト軍は撃破され退却し、アッシリア軍は彼らを西向きに、オルミーエコを遥かに超えて追撃した。ルサ一世は、首都を防衛せずに、山岳地帯に逃走した。すでに敵に勝利したことと、これ以上ルサ一世を追って山中に入ったりウラルトの奥地へ進軍した場合には、自軍の兵士が反乱しかねないことを恐れ、サルゴン二世は、 アッシリアに撤退することを決断した。この基礎において、アッシリア軍は、ゲルデソラーフを破壊し、さらに、ムサッシル氏を占領し略奪した。この聖なる都市の略奪を行った公的な理由は、その支配者、ウルザナが、アッシリア軍を裏切ったことであったが、真の理由はおそらく経済的なものであった。ムサシルの大宮殿、ハルディ神殿は、 前三千年期から崇拝を集めており、何世紀にもわたって、奉納や寄付を受けていた。サルゴン二世はこの神殿の略奪とムサシルの宮殿の略奪の結果、その他の財宝の中からおよそ10トンの銀と1トン以上の金を確保した。サルゴン二世の碑文によれば、ウラルトオール再生世はこのムサシルにおける略奪の法を受けると自殺した。19世紀のフランスの建築家、 歴史家であるシャルル・シピエによるトゥル・シャルキンのサルゴン2世宮殿の復元。前7 1 3年の段階で、サルゴン2世は遠征の成功によって財政を強化しており、新たな首都とすることを意図してトゥル・シャルキンの建設に取り掛かった。他のアッシリア王たちによる遷都の試みとは異なり、トゥル・シャルキンは既存の都市を拡張するのではなく、全くの新都市を建設する試みであった。 サルゴンが決めたトゥルシャルキンの建設位置は、カルフに極めて近く、アッシリア帝国の中心地としてふさわしい場所であった。トゥルシャルキンのサルゴン二世宮殿から発見されたラマス。シカゴ大学東洋学研究所博物館修造。この計画は壮大な事業であり、サルゴン二世は、この新都市の建設を自身の最大の業績とすることを意図していた。 ツルシャルキンが建設された土地は、それまではすぐそばにある、マガヌッパ村の村民が所有していた土地であった。ツルシャルキンに設立され発見された碑文では、サルゴン二世は、生きようよとこの土地が最適であると認めると、主張しており、マガヌッパの村民に、適切な市場価格を支払って、土地を取得したことを強調している。ほぼ三平方キロメートルの計画区域を持つ、この都市は、 アッシリア最大の都市になる予定であり、サルゴン2世は都市の人口を維持するために必要になるであろう、膨大な農業用水を確保するため、考えプロジェクトを開始した。サルゴン2世はこの建設計画に深く関与しており、カルフの宮廷においてエジプトの施設を共同している際も常にそれを監督していた。カルフの総督にあてた一通の所管において、 サルゴン2世は次のように書いている。カルフ総督に対する王の言葉。七百票の藁と七百束の足は、キスレブの月の初めまでにトゥルシャルキンに到着しなければ、ならない。一日でも遅れたならばその方は死ぬであろう。トゥルシャルキンの計画図は、カルフからインスピレーションを得ていたが、この二つの都市計画は同一ではなかった。カルフは、アッシュール・ナチルパル2世によって、 大規模な再開発が行われたが、それでもなお、いくらかは自然に成長した居住地であった。全く対照的に、ズルシャルキンにおいては、建設地周辺の景観は考慮されていない。二つの巨大な基団要塞化された、紙壁、七つの記念碑的な門、これら都市にある全てのものが完全にゼロから建設されている。 これらの指紋は既存の帝国内の道路網を考慮することなく一定の間隔で置かれていた。トゥルシャルキンのサルゴン2世宮殿は、それまでのアッシリア王が建てた宮殿の中で最大かつ、最も装飾豊かな宮殿であった。浮き彫りが宮殿の壁面を飾り、サルゴン2世の征服の場面、特にウラルト遠征とムサシルの略奪が詳細に描かれていた。 サルゴン2世の後期の遠征は成功裏に終わった。サルゴン2世は、七711年に、現在のイスラエルにあったアシュドドの征服に成功し、またシロヒッタイトの王国グルムムとクンムフをアッシリア帝国に組み込んだ。サルゴン2世の七713年の中央、アナトリア遠征は、タバルの小王国の征服を目指して行われ、ここにアッシリアの属集を置くことに成功した。 だがこの俗集は、流血の反乱の後、前7 1 1年に失われた。これはそれまでのアッシリアの歴史においてかつてなかったことである。バビロンの王かつサルゴン2世の敵であったメロダクバルアダン2世を描いた作品。進化として、宝石を授与されている。ベルリン中東博物館修造。サルゴン2世の最大の勝利は、 全710年前709年にライバルであったバビロンの王メロダクバルアダン2世を打ち破ったことである。南部におけるアッシリアの支配を回復しようとした最初の試みが失敗して以来バビロニアはサルゴン2世に反目し続けていた。サルゴン2世は状況打開のためには過去に用いた単純な解決法とは異なる戦略を用いなければならないことを理解していた。 前7 1 0年にサルゴンが南へ向けて進発した時、アッシリア帝国の行政とドゥルシャルキンの建設事業の監督は彼の息子で大大使のセンナケリブの手に委ねられた。サルゴンはすぐにバビロンへは向かわず、代わりにテグリス川の東岸に沿って、アッシリア人がスラップという名前で呼んだ川のそばにあったドゥルアタラ島まで進んだ。ドゥルアタラは、 メロデクバルアダン2世によって要塞化されていたが、サルゴン2世の軍隊は速やかにこれを占領し、新たな属州ガンブルの設置とともに、ドゥルナブーと解消された。これはこの都市周辺の土地を領土とすると宣言するものであった。サルゴンはドゥルナブーでいくらか時を費やし、住民を服属させるため軍隊を東方と南方へ送った。ウクヌと呼ばれる川の周辺の地で、 サルゴン2世の軍隊はアラム人とエラム人の戦士たちを破った。これは彼らがメロデク・バルアダン2世と結ぶのを防ぐための処置であった。その後、サルゴン2世はバビロンへの攻撃に取り掛かり、南東方向からバビロンに向けて軍を進めた。サルゴンがティグリス側というフラテス側の支流の一つを渡って、 バビロンに近いドゥル・ラディン西に到着するとメロダク・バルアダン2世は恐怖に駆られた。これはおそらくバビロンの神官たちと市民からの真の意味での指示を受けていなかったか、彼が軍の大部分をドゥル・アタラでの敗北で失っていたためであろう。メロダク・バルアダン2世はアッシリア軍との戦闘を望まなかったため、側近たちに持てるだけの財宝と王宮のちょうど 共に夜に紛れて、バビロンを去った。メロダク・バルアダン二世はこれらの財宝を、エラムの庇護を得るために使用し、入国許可を得るために、エラムを、シュトルクナ・フンテ二世に献上した。シュトルクナ・フンテ二世は財宝を受け取ったが、アッシリアの報復を恐れメロダク・バルアダン二世の入国は許可しなかった。やむなくメロダク・バルアダン二世は、イクビベール氏に今日構えたが、サルゴン世はすぐに、 彼を追撃し、戦闘の必要もなくこの街を降伏させた。メロダクバルアダン2世はさらに逃亡し、ペルシア湾の海岸にほど近い故郷の都市、トゥルヤキンへと逃れた。この都市は要塞化されて、巨大な堀が史壁を囲んで掘られており、周辺地帯は、ユーフラテス側から掘られた運河によって浸水していた。水浸しの地形を利用して、メロダクバルアダン2世は、 死壁の外側の地点に軍営を設置したが、サルゴン2世の軍隊は、湿地帯で後軍を妨げられることはなく、メロダク・バルアダン2世はすぐに打ち破られた。アッシリア軍が戦利品を戦死者から集め始めると、メロダク・バルアダン2世は、都市内に逃げ込んだ。この戦闘の後、サルゴン2世は、ドゥルヤキンを包囲したが、占領には至らなかった。包囲が長引くと交渉が始まり、 1709年、サルゴン2世がメロデクバルアダン2世の命を保証するのと引き換えに街を明け渡して外側の城壁を取り壊すことが合意された。サルゴンの石碑の像。前7 0 7年にキュプロスのキティオンでサルゴン2世を称えて建立された。ハーバードセム博物館修造バビロニアの再征服の後、サルゴン2世はバビロンの市民からバビロン王に衰退され、 続く3年間、バビロンのメロダク・バルアダン2世の宮殿に滞在し、バーレインやキュプロスのようなアッシリア帝国の中心部から遠く隔たった国々の支配者から、ハイレーと効能を受けた。前7 0 7年、いくつかのキュプロスの王国が、アッシリアの支援を受けた、アッシリアの続国ティロスによって打ち破られた。この遠征は、キュプロス島に、 アッシリアの支配を確立することにはつながらなかったが、同盟国を助けるためアッシリアは、歴史上初めてキュプロスの詳細な知識を獲得した。アッシリア人はキュプロスをアドナナと呼んだ。遠征が終了した後、キュプロス人はおそらく、アッシリアの宮廷から派遣された石膏の助けを得て、サルゴンの石碑を作った。この石碑はこの島に対する、恒久的な支配を主張する目的ではなく、 アッシリア王の勢力圏の境界を示す、イデオロギー的な目印として機能することを意図した、ものである。この石碑はキュプロスが基地の世界に組み込まれたことを示すものであり、サルゴン2世の姿と言葉が刻まれていたことで、サルゴン2世の代理として、彼の存在を示すものとなった。アッシリア人がキュプロス島を自ら征服したいと望んだとしても、実施不可能であったであろう。 アッシリアには海軍が完全に欠如していた。サルゴン二世はバビロンの新年祭りに参加するとともに、ボルシッパからバビロンへ新しい運河を掘削し、ハマラナ人と呼ばれる人々を打ち破った。彼らはしっぱるし金坊で対象を襲っていた。サルゴン二世がバビロンに今日構えていた間、センナケリブがカルフで殺生を担い続け、1706年にサルゴンが アッシリアの中核地帯に帰還するとともに、宮廷はドゥルシャルキンに移転した。この都市の建設作業は未だ完了していなかったが、サルゴン二世は自身の栄誉として建設を夢見た、この首都をようやく楽しむことができた。だが、それは長くは続かなかった。前7 0 5年、サルゴン二世は反乱を起こしたタバル地方を再び、アッシリアの属州へと戻すべくタバルに戻った。 成功理に終わったバビロニアへの遠征の時のように、サルゴン二世は、センナケリーブをアッシリアの中核地帯を担当させるために残し、自らは軍を率いて、メソポタミアを経由して、アナトリアに入った。サルゴン二世は明らかにタバルのような小国が持つ真の脅威を認識していなかった。タバルはこの頃、キンメリア人との同盟によって強化されていた。メリア人は後に戻ってきて、 アッシリアにとって頭痛の種となる。サルゴン2世は自ら敵を攻撃したが、戦闘の中で命を落とし、アッシリア軍は大きな衝撃を受けた。サルゴン2世の遺体は敵の手に落ち、アッシリア兵はこれを回収することができなかった。おそらく息子のセンラケリブと思われる高官と向き合う、サルゴン2世。大英博物館修造の浮き彫り。 サルゴン2世の父親とされるティグラトピレセル3世及び兄とされるシャルマネセル5世との関係は完全には解明されていないがサルゴン2世にはシンアフウツルという弟がいたことは確かである彼は前714年までサルゴン2世の王宮騎兵護衛隊の指揮を取りドゥルシャルキンに自身の住居を置いていたもしサルゴン2世が ティグラトピレセル3世の息子であるならば、サルゴン2世の母親は、ティグラトピレセル3世の第一夫人ヤバであったかもしれない。ティグラトピレセル3世が王位についた頃、サルゴン2世は、ライマという名前の女性と結婚した。彼女は少なくとも、サルゴン2世の最初の3人の子供の母親である。彼には、また第二夫人がタリアがいた。 彼女の墓は1980年代にカルフで発見されている。現在知られているサルゴン2世の子供たちは以下の通りである。サルゴン2世が王の戦車に乗り都市を攻撃するアッシリア軍を監督している姿を描いている。ツルシャルキンのサルゴン2世宮殿に描かれたアラバスター星の浅浮彫り。前7 1 0年頃、イラク国立博物館収蔵。 サルゴン2世は、戦士王、征服者であり、自ら軍を指揮して、悪化道をサルゴンの足跡をたどり、世界全体の支配を夢見た。サルゴン2世はこの目標に到達したいという自信の願望を表現するため、世界の王や四方世界の王のような古代メソポタミアで、最も栄誉ある王の称号を数多く用いた。彼の力と偉大さは、 偉大な王、強き王などの称号で表現された。サルゴン二世は勇敢であると認められることを望み、至るところで自ら戦場に身を投じ、王妃文において自らを勇敢な戦士、強き英雄と表現した。また、経験さ、正義、力強さ、知性、強さを自らのイメージとして描写することを望んだ。サルゴン二世の妃文には、 アッシリアの敵に対する残忍な報復行為が描写されているが、大半のアッシリア王の碑文と同じように、サディスティックな表現は含まれていない。サルゴン2世の敵に対する残虐行為は、アッシリア人の世界観の文脈で理解されるべきである。サルゴン2世は自らに神々によって王権が授けられており、神々が彼の政策を承認したと認識しており、それゆえに、 彼の戦争は正義であった。アッシリアの敵は神々を尊敬しない人々とみなされ、そのために犯罪者として罰せられた。神々の加護はサルゴン2世の碑文で強調されており、碑文は常に神々への言及から始まる。サルゴン2世が示した慈悲は、アッシリアの中核地帯で、地世初期に彼に反乱を起こした人々の命を奪わず、 また、ライバルであったメロダク・バルアダン2世の命も奪わなかったことである。サルゴン2世の秘文によって描写されている最も残忍な行為は必ずしも現実を反映しているわけではない。初期間は彼の遠征に参加していたであろうが、リアリズムと正確さは王の栄光とアッシリアの他の敵国を威圧するためのプロパガンダに比べれば重要ではなかった。王非文における サルゴン2世の業績はおそらく誇張されているが、サルゴン2世は実際に卓越した戦略家であったと思われる。彼は行政と軍事行動に有用な広範囲の情報網を持っており、遠征においては偵察のためによく訓練された石膏を雇い入れた。新アッシリア帝国に隣接する諸国の大半がサルゴン2世の敵であったため、 最悪を避けるためには遠征の標的は賢く選択する必要があった。アレクサンドロス3世のような歴史上の大征服者と異なり、サルゴン2世はカリスマ的指導者ではなかった。サルゴン2世の軍隊は敵と同じくらい彼を恐れていたように思われ、サルゴン2世は規律の維持と服従を確実なものとするため串刺しや家族の殺害などの懲罰で威嚇している。 このような懲罰が実際に行われたという記録は存在しないため、これらは単なる脅しであった可能性がある。サルゴン2世の兵士たちは、サルゴン2世が敵に対して行っているこれらの行動をよく知っていたため、脅威を十分に感じており、復讐のための実例は必要としなかったかもしれない。アッシリア軍に奉職し続ける、重たる動機はおそらく恐怖ではなく、 勝利の後に頻繁に行われる戦利品の略奪であった。1861年に UJN ーーフロンドンによって描かれたサルゴン2世が築いた首都ドゥルシャルキンの遺跡の発掘。サルゴン2世の時代にさえすでに伝説となっていたアッカドのオーサルゴンほど有名ではないがサルゴン2世の知性の間に残された大量の資料の存在は彼がアッカドオーサルゴンよりも 歴史的資料によってよく知られていることを意味している。他のすべてのアッシリア王のように、サルゴン二世は自分の栄光の証言を後に残すために老を厭わなかった。前の王たちの業績を超えるべく努力を重ね、詳細な年代記と大量の王飛文を作成し、自身の征服を記念し帝国の境界を示すための石碑と記念碑を混流した。さらに、 サルゴン二世時代の資料には、彼の治世中の法的文書、行政記録、個人的な手紙を含む大量の年度版文書がある。多くは、サルゴン二世自身とは無関係であるが、総計で1155から1 3 0 2通のサルゴン二世時代の手紙が発見されている。ドゥルシャルキンの再発見は偶然のものであった。発見者であるフランスの考古学者、領事であった。 ポール・エミール・ボッタはもともとドゥルシャルキンからほど近い位置にあった遺跡を発掘していたが、すぐには結果が得られず、1843年に発掘場所をホルサバード村に移した。そこでボッタは、サルゴン2世の古代の宮殿とその周囲の遺跡を発見し、フランスの考古学者ビクトル・ピュライズと共にその多くを発掘した。宮殿のほぼ全体と周囲の都市の大部分が発掘された。 さらに1990年代に、イラクの考古学者たちによって発掘が行われた。トゥルシャルキンで発掘された遺物の大半は、ホルサバードに残されていたが、浮き彫りと、その他の遺物が運び出され、今日では、全世界、とりわけルーブル美術館、シカゴ大学東洋学研究所、イラク国立博物館に収蔵されている。ホルサバード遺跡は2014年から2017年に、 かけてのイラクの内戦の最中、2015年に、アイセルによる略奪を受け、2016年10月、クルド人の軍事組織、ペシュメルガが地ならしを行い、大規模な軍事拠点を遺跡の上に築くなどしたため、大きな損傷を受けた。トゥルシャルギンのサルゴン2世宮殿で発見された、もう2つのラマス。ルーブル美術館収蔵。サルゴン2世が戦場で落命し遺体が失われた。 ことは、当時のアッシリア人にとって悲劇であり、最悪の前兆と受け止められていた。この不運を被ったことは、サルゴン二世が何らかの形で罪を犯し、そのために、神々が戦場で彼を見放したと考えられた。同じ運命が自身に降りかかることを恐れた、サルゴン二世の後継者センナケリブは、すぐにドゥルシャルキンを放棄し、首都をニネベに移した。 父親の運命に対するセンナケリブの反応はサルゴン2世から距離を置くことであり、サルゴン2世は否定され、センナケリブは彼の身に起こったことを認めて対処することを拒否した。センナケリブが他の主要なプロジェクトを始める前に王として最初にとった行動の一つはタルビス氏にあった死、災害、戦争に関わる神ネルガルに捧げられた神殿を再建することであった。 センナケリブは迷信深く、占い師にサルゴン二世がどのような罪を犯したために死の運命が彼に降りかかったのかを問うことに多くの時間を費やした。前7 0 4年の小規模な遠征はセンナケリブ自身ではなく彼の配下の有力者によって指揮されサルゴン二世の報復のためにタバルに派遣された。センナケリブはアッシリア帝国からサルゴン二世のイメージを取り除く。 ためた大な時間と努力を費やした。サルゴン2世がアッシュールの神殿に作らせた図像は、中庭のレベルを上げることで見ることができなくなり、サルゴン2世の妻アタリアは死亡後、伝統的な埋葬作法と関係なく、大急ぎで埋葬された。そしてサルゴン2世は、センナケリブの碑文では言及されることがない。セナケリブによる、父親の遺産に対する取り扱いは、サルゴン2世がかつて、 アッシリアの人々を統治したことを彼らが早く忘れ去るよう促したことを示唆する。センナケリブの治世の後には、後世の王たちの祖先として、サルゴン二世は時折言及されている。サルゴン二世の孫エサルハドン、ソ孫ソシャマシュシュムキン、そして、ンソン,シ,ンシャルイシュ君がサルゴン二世の名に言及している。年代にドルシャルキンが再発見されるまで、 サルゴン二世はアッシリア学においてよくわからない人物であった。当時の古代オリエント史に関わる学者たちは古典古代の作家たちと旧約聖書に依存していた。センナケリブやエサルハドンのような幾人かのアッシリア王は旧約聖書の複数の箇所で言及されているがサルゴンは一度しか登場しない。学者たちはサルゴン二世への漠然とした言及に戸惑い。 彼をもっと有名な王、すなわちシャルマネセル5世、センナケリブ、そしてエサルハドンライズレカと同一視する傾向があった。1845年、アッシリア学者イジドルレーベンシュテルンが旧約聖書で簡単に言及されているサルゴンがドゥルシャルキンの建設者であると初めて主張したが、この時点ではまだ彼はサルゴンがエサルハドンと同一の王であると考えていた。 スルシャルキンで発見された遺物が展示され、1860年代には、ここから発見された碑文が翻訳されたことで、サルゴンが他の王と同一人物ではないという説が実証された。ブリタニカ百科辞典第9版において、サルゴン2世のエントリーが作られ、20世紀に入る頃までには、よく知られていたセンナキリブやイサルハドンと同じ程度に、受け入れられ、認識されるようになった。 現代におけるサルゴン2世のイメージは、トゥルシャルキンで発見された彼の王妃文と後のメソポタミアの年代一期作成者の記録に由来している。今日では、サルゴン2世はサルゴン王朝の創設者であり、新アッシリア帝国の最も重要な王の一人と認識されている。サルゴン2世の死後、この王朝はアッシリアが滅亡するまでほぼ一世紀の間、アッシリアを統治した。 彼の最大の建設プロジェクトである、ドゥルシャルキンの建設についての研究を通じて、彼は芸術と文化の被護者とみなされている。また、彼はドゥルシャルキン及びその他の場所で、数多くの記念碑と神殿を建設した人物でも、あった。軍事的成功によって、偉大な軍事的指導者、戦略家としての業績が定まった。ドゥルシャルキンのサルモン二世宮殿で発見された浮き彫り。 サルゴン2世の玉座を運ぶ観覧を描いている。イラク国立博物館修造。キプロス島で発見された前7 0 7年のサルゴン2世の石碑では彼に次の諸称号が認められている。サルゴン、偉大なる王、強き王、世界の王、アッシリアの王、バビロンの副王、シュメールとアッカドの王、四方世界の王、我が前を行く偉大なる神々の寵愛を受ける者。 アッシュール神、ナブー神、マルドゥク神があまりに無比の王国を任せ、我が良きなお、思考の名声に到達させた。カルフにあるアッシュールナチルパル二世の宮殿での修復作業の説明において、サルゴン二世は次のより長い書称号を使用している。サルゴン、エンリル神の長官、アッシュール神の神官、アヌ人とエンリル神に選ばれたる者、強き王、世界の王、 アッシリアの王、四方世界の王、偉大なる神々の寵愛を受ける者、まさしき支配者、アッシュール神とマルドゥク神が呼び、その名を彼らが至高の名声に到達させた。恐怖をまとい、敵を倒すべく武器を送り出す強き英雄。統治者の地位に上った日より、彼に統式勲行なき、彼に並ぶ征服者なき、勇敢な戦士。日いずるところより日沈むところまで、 すべての土地を彼の支配のもとに置き、エンリル神の民の支配権を担う者。ヌディンムド神が最大の力を与え、その手に耐えることあたわぬ剣を引く戦争指導者。デールの金棒でエラムの王、フンバニガシと相対し、彼を打ち破った高貴なる君公。遥か陶器ユダヤの地の支配者。彼は、ハマトの地の民を連れ去り、彼の手は、ハマトの王やウビディを捕らえた。 邪悪なる敵革命の民を撃退した者、無秩序なるマンナへの諸部族に秩序をもたらした者、彼の地の心を喜ばせた者、アッシリアの国境を広げた者、勤勉なる支配者、不実なる者を捕らえる罠。その手は、ハッティの王、ピシリスを捕らえ、彼の首とカルケミシュに役人を置いた。タバルの王、キアッキに属する死ぬ仏の民を連れ去り、 彼の首とアッシュールへと連れ去った者、彼の首機をムスキの地に置いた者、万内人、カラル、パッテリ,リを征服した者、彼の地の報復をした者、遥か日出ずるところまで遠き、メディア人を倒した者、ありがとうございます。